大仙村は、千葉県安房郡に、かつて存在した村である。現在の鴨川市の西部に位置している。1889年、町村制志向に伴い編成され、昭和の大合併により廃止された。現在の鴨川市域で最も西にあたる地域である。長京平野の最も奥まった場所で、鴨川の上流にあたり、房総半島を横断する。 古い交通路である、長崎街道が通る。現在の鴨川市域を、鴨川市成立時及びその後の合併時の町村によって4地区に区分する場合、旧大仙村の地域は、長崎地区の一部に位置づけられている。鴨川市域を町村制施行当時の町村によって12地区に区分する場合は、大仙地区とされ、現在の大技では、平塚、小塚、 古畑、奈良林、佐野、鎌沼、大仙、平塚が含まれる。1926年時点の大仙村は、東に、吉尾村、西は、佐久間村及び、君津群駒山村、南は、峰岡山脈を隔てて、丸村、へぐり村、北は、君津群と洋岡村、駒山村に接していた。当時は前村を、平塚、小塚、古畑、 奈良林、佐野、鎌沼のロックに分けていた。平塚にある大仙寺と高蔵神社は、人気元年に、両弁によって建立されたと伝承される古い寺社で、ある。江戸時代には、峰岡山地周辺には、江戸幕府の峰岡墨が置かれた。後の大仙村の村域南部は、峰岡西一墨、峰岡西二墨とされていた。 安房軍域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西岬崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平良郡21、なぎ原村、後名子町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、浅比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、のち倉町。 44、ケンタ村45、千歳村46、豊田村47、丸村48、北三原村。49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐群、61、太美村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村。 65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大大、巨南町1878年、千葉県に軍区町村編成法が施行されると、平塚村は一村で、古町役場を置き、 古畑村、奈良林村、佐野村、小塚村は、連合古町役場を、小塚村に、釜沼村、大畑村、北風原村は、連合古町役場を、大畑村に置いた。1884年に、古町役場の管轄変更が行われた際、平塚村と小塚村が連合し、古畑村、奈良林村、佐野村は、釜沼村、大畑村、 北風原村と連合して、大旗村に連合古町役場を置いた。1889年、町村制の施行により、平塚村、小塚村、古畑村、佐野村、鎌沼村,村,村、奈良林村及び峰岡西巻が合併して、大仙村が発足した。新村名は、平塚村座大仙にある豪社大仙神社から採用された。村役場は、 孫域の中央にあたる小塚に置かれた。1888年に記された文豪取調べ文書によれば、住民はおおむね農業で生計を立てていたとある。1926年の安保軍史によれば、土地法上にして農耕に適すとされる村の主たる、生業は農業であり。畜産、養産、園芸、新炭、養鶏等の副業は、 花だ盛んとされている。特に畜牛と養産は、軍内屈指の地位にあるとされる。峰岡巻周辺は、日本の落農市で、大きな役割を果たした地域であった。明治20年代頃からは、民間でも落農業が、盛んになり、大正期から昭和戦前期にかけ、安房地方は、日本の練乳生産の中心地の一つとなった。 当地出身の竹澤八太郎は、1879年に、東京に出て、築地で、牛乳店を開いた。暗号出身者が、東京で、牛乳販売に携わった早い事例とされる。竹澤八太郎は1881年に、米国産短角種の種を牛一頭を導入するなど、畜産業において先駆的な役割を果たし、1887年に、 有志が設立した暗市地畜組合では、峠となった。竹沢は1890年に渡米して、ホルスタイン種50頭を輸入し、軍内で販売したり農家に予託したりするなど普及に努めた。1912年には、千葉県畜牛共振会が大仙村で開催された。1893年、東京海陸社の根岸新三郎ブロが小塚に、 安保練乳所創設、練乳、バターの生産に乗り出した。これは安保軍で最初に設立された練乳工場であった。しかし安保練乳所は経営不振のため経営者が転々とし、1903年磯貝岩次郎の所有となり、ようやく経営が安定した。磯貝練乳所の法院練乳は品質面でも評価され、 明治屋にも特約販売された。1916年、竹沢大地らによって、暴走連乳株式会社が設立された。竹沢は、安房地域の牛乳化工業の不振を資本が、過小であることに求め、群賞の業者の救護を目指し、大仙村の磯貝連乳所を買収して、磯貝を取締役に迎え、会社を設立したのであった。 1917年4月16日、明治政党が暴走連入に資本参加し、以後その資本力で暗房軍の連入工場をほぼ手中に収めた。暴走連入は1920年に明治政党参加の東京が屍株式会社と合併して解散するが、その事業は後の明治入業に至ることになる。ありがとうございます。